今日は5日の焼きあごだし鍋つゆ。面白いかね、焼きあごやって。あごってトビウオのこと？知らん。多分違うのか。知らん。今日は27日やろ。うん。うん、なんかなんか食べたい。でもいいと思う。はい。うん。で、あ、これ置いてから。うん。いや、こら、お水はおばあちゃんしたのかね。知らん。はい。はい。鍋。これかね。ほんで、こっちをさっき入れてあげるけん。はい。こっちって何？竹千代がおじいちゃんにどうしたら入れたっけ。うん。竹千代が入れちゃうってどういうこと？今すっと食べれるのを入れたらいいの？うん。そういうことよ。こんなんじゃったら。いや、わからん、それは。で、ここへなんか入れるの。おじいちゃんはもう誰んと思うきね。うん。で、これ入れたらもう終わり。はい。ほんで、椎茸とね、うん、白菜と、うん、お豆腐と、うん、それから、あの、鶏のもも肉。はい。です。うん、何が鍋がということ、うん、それはい。で、それ食べよったらこっちが炊ける。うん、うん、今日はていうのね。今日は鍋、うん、し、下がちゃんとはまってないことないかな。なあ、はまったの。あの、もも肉がいっぱい入っちゃう。あ、いいね。食欲そそるね。食べてください。はい。そう、気は、だから、これでちょうどいい。うん。あ、どうぞ、食べてください。はい。ね。はい。明太子合わんのかね、鍋、うん、合うのか。かなんて思う。うん、食べようか。食べやん、もういい。せっかく焼き、うん、入れちゃったね。まだ私も食べないかもしれない。これあげて。何？あ、これ。はい、はい、はい、ありがとう。大丈夫じゃ、はい、カナダは。あ、美味しそう。鍋やね。いただきます。チャーハン風ふりかけってどうやろう、気になるけど。そう、これも食べてみよう。ほんま、これなんかチャーハンっぽい。で、これ鍋があごだしのええ匂いがしてきた。美味しそう。いただきます。